マイルズ・ジェミニ、マイルズ・ジェミニ、ジェミニ 1A マイルズ・ M65、ジェミニは第二次世界大戦後にイギリスのマイルズ・ウェアクラフトで製造された創発のレシプロ系飛行機である。マイルズの名を冠した航空機としては最後の量産機種となった。イギリスの航空機技術者、フレデリック・ジョージ・マイルズの名を冠したマイルズ・ウェアクラフトは第二次世界大戦中に イギリス空軍向けの練習機マスターやマジスター、マスターの派生型の標的栄光機マーチネットなどの軍用機を生産していた。M65 ジェミニは第二次世界大戦中にイギリス軍の連絡機、観測機として生産されたメッセンジャーをベースにエンジンを総発化した民間向けの4人乗りツーリング機として1945年10月26日に初飛行した。 ジェミニの機体は樹脂コーティングされたプライウッドで構成されており、機体部分はメッセンジャーと似ていたがエンジンは左右の主翼に移され、メッセンジャーの3枚の垂直尾翼は2枚に変更されていた。ジェミニの最初の量産機は出力 100HP のブラックバーンシーラスマイナーを2機搭載しており、最初の1年間に130機が生産された。これ以降の改良モデルでは、 デファビランドジプシーメジャーなど異なるエンジンを搭載したものもあった。1947年にマイルズエアクラフトが破産した時点で8機のジェミニが注文を受けて製造中の状態になっていた。これらのジェミニは2機がマイルズの不動産を買い取ったハンドレページエアクラフトで5機がウルバーハンプトンのウルバーハンプトンアビエーショングループでそして1機が マイルズエアクラフトの名を受け継いだ会、G マイルズリミテッドで組み立てられて完成した。ジェミニはイギリスのほか、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国といった英連邦諸国にも多く輸出され、1940年代から50年代前半頃のエアレースにも多く出場した。1949年のキングスカップレースでは、出力 145HP のジプシーメジャーを、 搭載したジェミニが優勝を飾った。また1948年6月には南アフリカ共和国に売却された一機のジェミニが独立宣言を出した直後のイスラエルに持ち込まれ、創世期のイスラエル空軍の装備機の一つとなった。しかし、保守、メンテナンスの点で問題があり、第一次中東戦争での実戦には投入されていないと見られる。 1951年には、イ、G マイルズリミテッドで組み立てられた2機のジェミニが、出力 155HP のブラックバーンシーラス、メジャーを搭載した状態で完成し、この機種はマイルズによって、マイルズ M75 アリエスと、新たに命名された。2017年現在、7機のジェミニが、イギリスで登録されており、また1機が、スウェーデンで登録されている。 m 7 5アリエス以下、個人ユーザー以外の組織について記す。ジェミニ 1A の所言。ありがとうございます。